じゃあ次にブージョン・フォンですね。この人のアプレンティス、これはドラッグの問題ですね。それとデスペナルティの問題を、まあ、才能として入れながら家族のストラグルを描いた作品で、これはやっぱカンヌでも上映されました。これですね、刑務所ですね。これはで、これはエリックのジャオエですね。それとフラン・ボルジアというスペイン人でこちらに来てプロダクションカンパニーをやっているパーマネスレジデントです。今このフラン・ボルジアのアカンナ、それにドイツ、フランスのプロダクションカンパニー、その上さらにプサンのエージェンフィルムファンドをもらって、ポストプロダクションがドーハです。ドーハのフィルムイッシュ、そこからサポートをもらって完成した。彼は脚本を自分で書いてるんですけど、脚本を書いてこの映画を完成するまでに5年ですよ。5年かけてます。その間に彼はジグザグのフィルムラボですね、そのスクリプトライティングの勉強というか、いろんなサジェッションを受けに、政府からこのジェルサルムのフィルムラボに派遣されています。ですから非常にそういう意味でもインターナショナルということであります。まずこの映画は脚本とかプランニングの段階でロッテルダムのシネマートですね。そのロッテルダムでもうこういうプランを僕は持ってるんだけど、誰か協力してくれる人、お金を出してくれる人いないかといったのが2012年ですね。これは2016年でしたね。それからプサンのシネマファンドをもらったんですね。それからジェルサレム、先ほどお話ししました、ジェルサレムのインターナショナルフィルムラボ、そこに行った。それとトリノのフィルムラボでやはりファンドをもらってるんです。その上さらにエディティングですね。これはナタリー・ソーっていうシンガポールの人ですけど、もうこの人が協力した。それからサウンドデザイナーはリム・ティン・リーですね。これはこの映画を担当した人でもある。それから美術はイギリスで生まれてシンガポールで今一生懸命活動しているジェームス・ページなんです。そして撮影はベノワ・ソレールですから、フランス人だから、もうスタッフのここでの資金調達もいろんな意味でこの映画を作り上げるために各国から人が集まってきて一本のシンガポール映画ができているというのが今のこの国際共同制作の一つの流れだと思います。